これ乗っていくわ新大阪。じゃあ皆さんこんにちは、3分です。昨日なんかドキドキしちゃって眠れなかったんですけど、どうしよう、眠れない。東京から大阪に行きます。大阪カードや切符をお受け取りください。もらったわ。駅弁買うの忘れた。駅弁よ。お願いします。あ、すいません、あの20番でお願いします。はい、ありがとうございます。お箸はお弁当箱の中に入ってます。お気をつけていってらっしゃい。わあ、あれも美味しそう。今買ったんですけど、早く食べたいな。お腹すいた。早く食べたい。なんかいつも思ってるんですけど、新幹線ってなんでこんなピカピカですか？見て、すごくピカ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 綺麗。大阪に、はい、初めて大阪に行きます。正直言うと初めてではないんですけど、5年前に1回行ってて、なんかその時はあの道頓堀あるんじゃないですか、道頓堀の近くのホテルに泊まって、コンビニだけ行って1回ラーメン食べて、こんな感じでございます。今ちょっと場所を移動したんですけど、その理由って動画こうやって撮っていたら、左側になんか数学旅行に来た学生さんたちが行ってて、すごく恥ずかしかったんですけど、いつも思ってるんですけど、こうやって新幹線待つ時間ドキドキするわ。うわー、新幹線。新幹線のこのためで、ドア開けてください。インゴ、こっちか。久しぶり。急に思い出したんですけど、充電器家に置いてきた。充電器ないのか。ホテルの食べます。あ、これうまそう。うまい。いただきます。651カロリー、早く食べたいな。お腹すいた。これは何？タレ。行くね、大阪。タレ。いただきます。やった。私はこの列車の指定席車両の最後部座席の向かいに持つスペースと各線面に。どっちから食べようか。
阪着いた。大阪乗ります。大阪やドキドキするわ。おい、もうなんか手揺れてる。大阪だ。じゃあ皆さん、今大阪着いたんですけど今日から、まあ明日か明後日かその次の日かわからないんですけど、これからの大阪旅行始まります。ではでは、電車乗ろうか。めっちゃ楽しくなってきた。でも大阪寒いやん。